FM80.1MHz で放送しています名取災害 FM 名取ラジ801です。名取ラジでアナウンサーをさせていただいております北村ありさと申します。屋上に出ていただきまして、青空の下を少し歩いていただくと、こうなんだかどこかにドアがありますので、そこをいくつかガチャガチャしてもらえると多分開くドアがあると思います。そこに、我々いて放送していますので遊びにいらしてください。災害 FM ですので震災後に開局しました。1ヶ月後に開局しまして、4月10日が一番最初の放送となりますね。音楽の番組とか始めるのにはどうですかね、早めに始めたかなと思ったんですが、3ヶ月ぐらいはかかったかなというふうに思いますね。やっぱりリクエストをいただくにも、そうですね、これからはもちろん震災があった時に一番頼れる存在で居続けることはそうなんですけれども、その他にも、人と人とをつなぐ存在、今もまだまだ仮設住宅にお住まいの方、ね、多くいらっしゃいますので、今までと違う環境に馴染んでもっと楽しめるように、ね、我々手助けしていけたらいいなというふうには常々思っていますね。そうですね、そういう時は名取災害 FM までお電話いただければ嬉しいなと思います。ではここで名取災害 FM の電話番号をお伝えいたします。 050-7544-8888 050-7544-8888 までお電話いただけましたら、我々も心よく放送させていただきますので、はい、どうぞお気軽にお電話なさってください。皆さんご存知かと思いますが、宮城県名取市津波で大きな被害を受けまして、でも今みんなで頑張って、もう本当に前を向こうって言って、歩いている途中でございます。ぜひいろんな応援、言葉だけでももちろん構いませんし、遊びに来るとかそういったことでも構いませんので、これからもずっと名取に心を寄せていただければ嬉しいなと思っております。そして名取災害 FM、 皆様からのメッセージ、ここから名取の皆さんに発信すること可能ですので、そういった場合もぜひ我々のラジオ局活用していただければ嬉しいなと思っております。今後も頑張って情報を届けていきますのでよろしくお願いします。